スカイ・フェレイラはアメリカ合衆国のシンガーソングライター、モデル、女優である。音楽的には、初期の作品はダンスポップやシンセポップの要素が濃いものであったが、金作はインディーロックやインディーポップを試みている。その音楽性はラナデル・レイやロードとも比較される。音楽的に影響を受けたアーティストはマドンナ、プリンス、グレン・ステファーニー、ブリトニー・スピアーズ、 アリス・クーパー、ナンシー・シナトラ、ザ・ランナ・ウェイズ・ラ。2017年には、ドラマシリーズ、ツイン・ピークスに出演している。2011年、最初の EP、アズ・イフ、をリリース。翌年、2枚目の EP、ゴーストをリリースし、批評イエス時からおおむね好意的な評価を集め、同作収録の楽曲、エブリシング・イズ・イムバリシンが、ピッチフォーク・メディア、ガーディアン神・ガミ。 ロサンゼルスタイムズ、スピン、ファクト、ニューヨークといったメディアから、この年のベストソングの一つとして選ばれた。2013年、最初のフルアルバム、ナイトタイム、マイタイムをリリース。音楽メディアからは、高い評価を集め、ピッチフォークメディアはこの年の年間ベストアルバム第15位に、ステレオガムは6位に、ファクトは2位に選出するなどした。2014年、アイコナポップと共に、 マイリー・サイラスのバンガーズツアーにオープニングアクトとして投稿することになっている。ありがとうございます。